サフダルジャングは、北インドのアワド大主、ムガル帝国の最小でもある。1708年頃、ミールザー・ムキーム・ハーンの息子として、イランのホラーサーン地方、ニーシャープールに生まれた。同年に、叔父のサアーダとアリー・ハーンはイランからインドに移住し、ムガル帝国の貴族となっていたが、1723年に、アブルマンスール・ハーンもまた、インドへと移住し、帝国に仕えるところとなった。 この当時、イランのサファビー朝は極めて政情が不安定であり、ムガル帝国の方がまだ安定していた。1724年、アワド大使となっていたサーダとアリー・ハーンが認知で、独立すると、アブル・マンスール・ハーンは、アワドの副大使に任命された。1739年3月19日、おじであるアワド大使サーダとアリー・ハーンが、ナーディルシャーによって、 デリーに監禁されたまま死亡し、息子なくして死亡したため、老いであるアブルマンスール・ハーンが大衆を継承した。その際、彼は、ナーディル・シャーに対して、2000万ルピーの金を支払わなければならなかった。とはいえ、アブルマンスール・ハーンの大衆施衆に関しては、帝国の皇帝ムハンマド・シャーにも認められ、サフダル・ジャングの称号をも賜り、これ以降はこの称号で呼ばれるようになった。 サフダルジャングサフダルジャングの知性、アワドは長らく繁栄に包まれていた。後、19世紀以降にアワドが疲弊した時、人々はその時代を惜しんだという。サフダルジャングは、オジのサワーダとアリーハーン同様、反抗的なザミーンダールを鎮圧し、従順なザミーンダールは手名付けることに成功した。また、自国のラージプートやシャーフザーからの中得ることに、 成功している。また、サフダルジャングはローヒラー族やバンガシュパターンといった敵対するアフガン勢力とも対決を余儀なくされた。これらの戦いでは、マラーターとジャートから援軍を得ることに成功し、1日に月前者には2万5千ルピー、後者には1万5千ルピーを支払った。サフダルジャングは、公正な司法制度の組織にも力を入れた。管理の登用に関しては、 サーダとアリーハーン同様、ヒンドゥーとムスリムを同様に扱っている。彼の政府における最高位の職は、ヒンドゥー教徒のマハーラージャナワーブラアイであった。アフマドシャー1748年、ムガル帝国は南下するアフガニスタンのドゥッダーニー・アサに、領土を侵略され、デリーを脅かされた。サフダルジャングは皇帝ムハンマドシャーの要請で、アワド軍を、 ムガル帝国軍の援軍都市、3月に帝国の領土からドゥ・ダーニー・やサーフガン軍を退けた。また、同年4月のムハンマドシャーの死後、後を継いだ皇帝アフマドシャーによって、サフダルジャングはムガル帝国の最小に認じられた。また、アラーハーバードも直轄地として与えられた。これにより、サフダルジャングはアワドの世襲をムガル帝国に認めさせ、アワド地方の支配と、 その正当性を確立した。彼はデリーの領地に邸宅を構え、そこからムガル帝国の宮廷に出資した。サフダルジャングは最小就任後、アフガン勢力ドゥッダーニー・アサの勢力に対抗すべく、マラーター王国の最小バーラージー・バージー・ラーオと協定を結んだ。これによれば、マラーターはアフマド・シャー・ドゥッダーニーとの戦いでムガル帝国に援助し、 その他アフガン勢力やラージブットといった、インド内で敵対する勢力から守る代わり、バーラージーバージーラーオには500万ルピーを支払い、パンジャーブとシンド、北インドの数県からのチャウト徴収権、アーグラとアジメールの大主職が与えるというものであった。サフダルジャング病だが、サフダル、ジャングとバーラージーバージーラーオの協定は破綻してしまった。1750年代、 サフダルジャングは彼を中心とするイラン系貴族と軍務大臣ガーズイー・ウッディーニや高級監督官ナワーブ・ジャウドハーンといったトルコ系貴族との争いに巻き込まれた。1752年8月、サフダルジャングはナワーブ・ジャウドハーンを暗殺したがトルコ系貴族らよりも優位に立てず、1753年5月13日に彼は最小職を解任され、 帝都ト・デリーからアワードに引き上げた。1754年10月5日、サフダル・ジャングは、スルターンプルで死亡し、デリーの彼の領地に建てられたサフダル・ジャング病に埋葬された。サフダル・ジャングは、個人的に高い倫理水準を持った人物であり、宇徳の死として有名で、彼は生涯でたった一人の日しか愛さなかったという。彼が、虚偽や陰謀、裏切りなどといった手段を用いたのは、 公的な政治の場のみであった。現在、ニューデリーには、サフダルジャング通り、サフダルジャング病院、インド帝国時代に建てられた、サフダルジャング空港など、彼の名を冠した建築物が多数ある。ありがとうございます。